配置となっていきます。日本付近で等圧線の間隔もかなり狭いですので強い北風が予想されますし、上空には今季一番となるような強い寒気が流れ込んでくることになりそうです。はい。Earthquake occurred in Taiwan region with magnitude 4.6 and depth 10 kilometers occurred in 33 minutes ago magnitude 1.36 and depth 19 kilometers occurred at 4 minutes ago source USGS-2. そして近畿から東海エリア、日中いっぱい雨が降ったりやんだりのお天気、夕方頃にはやんでくるところ多いかと思われます、はい、関東まだ雨降り出していないんですけれども、こちらは昼前後から雨となりまして昼過ぎ頃が一番雨の降りやすいお天気になってくるかなと予想されます、はい、で同時に、前線がですね北日本方面伸びてますね。もう北海道は低気圧の影響もありまして、全道的に雨、そして雪と、朝晩は雪で日中は雨となるわけなんですけれども、東北エリア、こちら、日本海側はほぼ1日雨、太平洋側は午後に一時的ににわか雨ということになりそうです、はい、この低気圧や前線が通過した後は上空に寒気が流れ込んでくるので日本海側のエリア、もう午前中から雨の降っているところもあるんですけれども、午後になってもお天気回復しません、むしろ強い風も吹きますし、西日本方面でも標高の高いところですと、もう夜になると雨から雪に変わっていく予想ということで、これから明日19日日曜日にかけて日本海側と北日本を中心に荒れたお天気となっていきます、はい、まあ、今日のところは雨とあと沿岸部を中心とした風が、注目されるんですが、明日は北日本、東日本と、東北や北陸、長野県のあたりですね、雪になっていくと予想されますので、はい、雪の降り方に注意が必要です。はい、わかりました。今日の体感変化もありそうですか。はい、はい、今朝はですね、今季一番の冷え込みとまたなっておりまして、はい、北海道ではマイナス9度を下回っているところも出てきております。そして日中なんですがなかなか気温が上がりません、東日本北日本を中心に寒さが続きます。西日本方面日差しが戻ってきますと午後、だいぶ寒さは一旦和らぎそうなんですが、上空冷たい空気がどんどん流れ込んでくるので夜になるとこの朝の気温よりも寒くなることが予想されます。今日は暖かい服装でお過ごしください。はい、わかりました。では今日の空の注目点、空読みの解説をお願いします。はい、では今日の空読みを確認していきます。今日はこちらの4点です、まずは西日本方面、午前中雨が降りましてだんだんお天気回復していきます。西の空に注目、雲に隙間が増えますとお天気は回復に向かいます。はい、東日本、東北、南西諸島と今日はほぼ1日雨が降りやすいお天気、濃いグレーの雲、黒い雲が広がってきたら強い雨や雷に注意してください。日本海側のエリアは上空に寒気が流れ込んでいますので、あるいは突風などにも警戒が必要です。東北の太平洋側、一時的な雨になりそうです。雲が広がってきて、底の部分の輪郭が尻尾のように毛羽立ってきたら、にわか雨のサインです。最後、北海道、朝晩は雪、日中は雨になりそうです。はい、雲の輪郭から雨雲か雪雲かが判別できます。全体的に煙のように煙っている雲は雪雲です。はい、わかりました。永井さん、ありがとうございました。予報センター永井さんと最新の天気を確認していきました。ここからはアイコンで全国の天気を見ていきましょう。全国の天気をお伝えします。今日は冷たい雨風に要注意です。まずは西日本です。那覇は雲が多くにわか雨の可能性があります。沿岸では高波に注意をしてください。福岡、広島は午前中は本降りの雨です。午後はだんだんと日差しが届きますが冷たい風が吹きひんやりします。体感変化にお気をつけください。大阪は雨が降ったりやんだりで傘が活躍します。